さあ倉持さん、はい、パルコからすぐのここがですね、はい、本通りと言いまして、うん、まあ、広島のメインストリートになるんですよね。はい、ここで今からまた新たな指令にチャレンジしていただきます。はい、分かりました。本通りでの指令がですね、うん、はい、こちらになっております。2つレイパロマを見つけてプロレス技をかけろはい、はい、メープルカイザーを見つけて一緒に決めポーズをしろ。ここの本通りにいるところから本通り探しに行きますよ。はい、じゃあちょっと一緒に探しながら歩いてみましょうかね。まずはじゃあこのレイパロマを見つけてプロレス技をかけろ。はい、その時ちょっと待ってください。倉本さんの足が止まりましたね。どうしましたどうしました。あの人って何ですか。三沢さんをホーストさせる、うん、なるほど、緑パンツの方は、はいはいはい、指令はレイパロマを見つけてプロレス技をかけろ。本通りに突如現れた謎のプロレスラーの正体、それは広島を中心に活躍するプロレス団体ダブプロレスの華麗なる人気レスラー、レイパロマ。プロレス好きなモッチーはどんな技を繰り出すのか。いけるモッチーがいけるよ。さあ両者静かにリングインしました。最初どの技から入るかというのありますからね。まず組みようか、組みようか本通りです。組みようかこれ。さあ一体どんな戦いが始まるんでしょうか。これ手四つですかね。おっと前を詰めていきます。 AKB モッチー今組み合った。よく見るやつだ、よく見るやつだこれ。ちなみに普段のパロマさんはこんな感じ。実は立町のシャブゼンで主任として働いておられます。ぜひお出かけください。続いての指令はメープルカイザーを見つけて一緒に決めポーズをしろ。本通りを歩く一行ですが、その時あら、倉持さんの足が止まりましたね。倉持さんなんかどうしました。早いですね。なんか明らかに工事現場に紛れておかしいですよね、工事現場にあんな形がいるのは。いらっしゃいますけど、あの位置すごいですね。本通りに現れたのは悪戦士メープルカイザー。子供の虐待防止を訴える広島のご当地ヒーローであり、今やアオンの準レギュラー。そんなメープルカイザーに決めポーズを教わりました。真っ赤に輝く森の化身、悪戦士メープルカイザー。すごい。